田中京一は、日本の実業家で、株式会社、メニコンの創業者、会長。日本コンタクトレンズ協会名誉会長。愛知県羽栗郡木曽川町出身。国民学校高等科を卒業後、手先の器用さを買われて、名古屋市の老にせめが店、たも水屋に勤務。そこに訪れたアメリカ軍商工夫人から、コンタクトレンズを持っているという話を聞くものの、 どうしても見せてもらえなかったことに発奮し、独学でレンズの開発に取り組む。デザインの設計から加工、創用実験など、すべて独自に行い、1951年、それまで国内で研究されていた白目まですべてを覆う、強角膜コンタクトレンズではなく、現在のハードコンタクトレンズとほぼ同じ黒目のみを覆うタイプを日本で初めて開発した。現在、 玉水や店頭にはコンタクトレンズ誕生の地の記念プレートが設置されている。また、生誕地である市宮式曽川町の白山神社、山道入り口付近にも記念の石碑が設置されている。1952年に日本コンタクトレンズ研究所を創設。1957年に日本コンタクトレンズ株式会社を設立。1965年に 東洋コンタクトレンズ株式会社に社名変更。1967年にメニコンの名を商標登録。1982年に東洋コンタクトレンズ株式会社と株式会社メニコンに分離。1987年に再統合し、新生メニコンとなる。1995年、ランジュ法省受賞。2000年からメニコン会長。趣味は、 ダルマの国画で、ダルマ大使ゆかりの中国の捨て少林寺はじめ、日本ダルマ界の名刹多数に奉納。2018年には、作品集、メニコン創業者会長、田中京一、ダルマ大使国画の世界、心眼にまとめている。清須市の清須山王宮日吉神社を数形しており、メニコンの真事を委ねている。ありがとうございます。